こんにちは、速稼塾の久保です。今日はまた高級石焼き芋さんからね、家族的な付き合いとかね、波紋はおかしいとか、突っかかってほしいとかね、なんか矛盾があるんじゃないかってことを、まあ、お聞きしました。これはっきり答えましょう。これ矛盾があります。でもそれでいいんですよ。皆さんもこういうことを聞いたことありませんか？例えばね、お兄ちゃんだから我慢しなさいとね、まあ、お兄ちゃんの言うことを聞きなさいとかね、お姉ちゃんなんだから我慢しなさいとかね、お姉ちゃんの言うことを聞きなさいとか、とかくですね、家族っていうのは同じルールで、まあ縛られているというかね、同じルールで測られているわけではないんですよ。これは分かります？家族的な付き合いっていうのは、お兄ちゃんならお兄ちゃんなりの命令があると、で弟なら弟なりの役割があると。そして速稼塾っていうのも同じなんですよ。言ってみれば私が、まあ、塾長ね、親父です。で皆さんは弟子という形でございまして、まあ、その弟子の中にもね、兄弟ではないんですけども、序列でもないんですけども、やっぱりね、強く言って伸びる人と、甘く言って長く続く人と、あとはね、速稼塾ってものに対して稼ぎたくてしょうがない人と、あとそうじゃないと、こういうふうなコミュニティってものを感じたい、みんなのそのね、所属の欲求を満たしたいって方もいるんですよ。まあ、その中で、ね、私がですね、あるものには厳しく言う、あるものには緩く言う、あるものには手心を加えて、あるものは反問するとかね、これは全然おかしくないんですよ。矛盾があって当たり前なんですよね。でこれをですね、一つのルールでまとめることの方が不可能なんですよ。だからこれは法律もなくって、明文化したルールもなくって、まあ言ってみれば私のですね、気持ち判断、これでやってるわけなんですよ。でそれを委ねていただくということで塾っていうのがあるわけですよね。まあ、少林寺に入っても、例えば体力のないものは掃除ばっかりやらしたりとか、調理場に行ったりっていう修行があるんですよ、少林寺ね。でももう、ね、体がムキムキガチガチ、体力むちゃくちゃある、精神力ももうすごい高いというのは、どん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 試合とかに出したり、厳しい修行とかね、穴蔵でもう30日間飲まず食わずみたいなのやるわけですよ。でも貧弱な人に飲まず食わず30日やったら死んじゃいますよね。ということで、なぜ破門をするのかというとね、なぜ破門をするのか、これは破門に頼る人間だということで、破門が最もいいカリキュラムね。私の破門という現実を突きつけた時に、やばいと、俺はなんてことをしてしまったんだ、よーし、もう一回塾長のところに、速稼塾のところに入るために体を鍛えてくるぞ、精神鍛えてくるぞ、鍛えてきました、1週間で100、メルカリ100出品しました、もしくはね、1ヶ月で10万円の売り上げ塾アビリティ上げました、これでなんとか再入塾お願いしますっていう形で、再入塾の条件を私は与えるんですよ。波紋と同時に、どうやったら速稼塾に復活できるのかっていうカリキュラムも与えてるんですよね。それによって見事復活してくる人間を受け入れる、もっと言ったら復活してきそうな人間に波紋というカリキュラムを与えてるんですよ。で波紋中も付き合いはあるんですよ。実は波紋中もどうしてると、リアルな仕事頑張ってると、でお金貯まってるかと、で稼げる力身につきたかと、で今の暮らしとやっぱりね、ちょっと前に速稼塾入った気持ち、どっちが大事っていうふうにね、確認して、よし、じゃあそろそろ波紋のカリキュラムやってみるかみたいな感じなんですよ。波紋っていうのはカリキュラムなんですよね。そして、ね、もっともっと突っかかってきてほしいのはどういうことかっていうとね、これもね、全員に言ってるわけではないんですよ。消極的になって飽きてる人に対してです。なぜ飽きるのか、それは自分が私に取り上げられてないから、テンションが落ちる部分もあると思います。例えばそういう方にはね、高級石焼き芋さん今回取り上げましょうか。高級石焼き芋さん動画ずっと作ってますよね。作ってます。でその動画を自分で作ってる時と、私にメッセージを送ってきて私の返信がある時、気持ちの変化どうですか。で私はね、おそらく高級石焼き芋さんはこういうふうなリレーとかね、高級石焼き芋さんのモノモースみたいな動画プロジェクトですよね、これ企画に私がどんどん答えていくっていうものが、多分高級石焼き芋さんの 何よりのカリキュラムになると思うんですよ。でもこれ私は1000人の速稼塾生全員にやってるわけじゃないですよ。これ不公平じゃないですか。 YouTube やりたくない人には YouTube をやれなんて言わないわけですよ。 YouTube をやってる人、むちゃくちゃやってる人、 YouTube で凡事徹底してる人には、よし、一緒に企画やりましょうか、ワントゥーワンの返信メッセージのキャッチボールやりましょうかってことを語りかけますよね。例のやつやりたい人は例のやつだけをやりましょう、事業説明会行きましょうとかね、 FX やりたい人に FX 行きましょうみたいなね、そういうふうに、これはね、ダブルスタンダードっていう考えがあります。こっちの人にはこっちのルール、こっちの人にはこっちのルールってあるんですよ。で速稼塾はサウザントスタンダードです。1000人以上の塾生さんいらっしゃいますんで、1000通りのスタンダードでやってます。もちろんこのスタンダードっていうのがパーフェクトなものではありません。やりながら変更を加えていくこともありますし、人の成長度に合わせて、この人はこの前厳しく言ったけど今回は緩くいこうかなっていうのが入れ替わったりします。それを私の判断でやることを委ねていただいてるってこともあるんですよね。そしてですね、これちょっとね、私の口からちょっと言いにくいんですけども、お金を払ってるから、塾長お前おかしいじゃないかっていうのはありますけども、はっきり言って私ね、これね、言いにくいんで、皆さん気持ちを傷つけたらすいませんね。お金払うんで入れてくださいっ
ていう風に来てるのは多分皆さんの方なんですよ。私営業してないですからね営業してるわけじゃないですよ。動画を勝手に上げてるだけと言ってみればね。でも私は私の気持ちからしたら、お金をいただいてようがいただいてなかろうが、私の動画を見て何かを感じて私にねアクションを起こしてくださった方にはもうとことんまで、もう私の方から折れることはありません。私の方はね死ぬまで付き合うつもりです。100本動画を送ってきたら100本動画返信します。100メール来たら100メール返信します。私の方でお手上げになることはありません、ね、だから継続する力のどっちが強いかって言ったら私の方が圧倒的に強いですからね。ですんでクレームも100クレーム来る人はいないんですよ。これ別のシリーズでもやってますけども、クレーマーいるんですよ。クレーマーとのやり取りで私が必ず勝ちます。なぜならクレーマーっていうのはね、クレーマーって言ったらちょっと、言い過ぎかもしれませんけども、ちょっと久保さんこれおかしいんじゃないの、そっかしこういう風にならないんですかっていう風に意見言う人でも、私が切々となるほどなるほどってずっと聞いていくとですね、気持ちすっきりしましたっていう風になるんですよ。それはそれですごくいいことなんですけども、じゃあね一番最初におかしいぞっていう人はね、どこまでエネルギーを持っておかしいのかとかね、こうしてくれって言ってるのかってことなんですよ。私はどこまでもどのようにうまくその要求を答えれるかってことを一緒に考えましょうと、一緒に作っていきましょう、あなたのためだけのカリキュラムをいきましょうって言うんですけども、なんかそれがねなくなっちゃうんですよ。例えば最近も飲食店の、コンサルティングをね、熟成でもないのに、熟成でもないのにっていうことはまた言い過ぎで偉そうですいませんけども、熟成でない方が、私の視聴者さんが飲食店とかのね、コンサルを何件か、そういう方がいらっしゃったんですよ。でその方に私はね、もう猛烈なアドバイスを毎日してました。でも来なくなるんですよ、ね、私のアドバイスをね、YouTube で広告効果出していきましょうとか、チラシを配っていきましょうとか、ホームページを作ってそこにアクセス集中させるための Twitter やりましょうって、こういうことですよ。こういうことがやりましたかって言ったらやってないんで、私に対してメッセージを送るのは気まずくっていなくなるんですよ。これはないですよ。もっと突っかかってきてほしいなと思うのはここなんですよ。じゃあどうやったらねツイッターをそんなにたくさん使えるんですかと、これほどツイッターやってるのにアクセス上がりませんよ久保さんみたいなことを突っかかってきてくれたら、次の手を教えましょうってことになるんですよ。 YouTube もやってもやってもやってもアクセス上がらないんですよっていうふうに私のように突っかかってくれば、これはねもうキーワードが全然入ってないですよとかね、これちょっとハッシュタグぐらい入れましょうとかね、これ取り上げてるテーマが全然トレンドと外れてますよ、今だったらチュートリアルさん脱税でしょみたいなことをね言うわけですよ。この突っかかりがない、要するにそれほどまで本気で稼ごうとか、それほど本気でアクセスを上げようと思ってない人には、私も、その人のね、レベルに合わせて言ったらまだ変な言い方ですけども、その人がもう負担にならない程度の答えしかできないですよね。私はね腰を折るのが仕事ではないですからね、腰を折るのがミッションじゃないですから、その方がどうやって継続できるかね、ある意味甘い環境で継続っていうのも継続ですからね。でも厳しくやって継続できる人には厳しくやりますけども、甘くやらないと継続できない人には甘くやります。当然スピードは違いますよ。はっきり言ってスパルタの方が早く育って早く独立します。でもそのスパルタに多分耐えられないんですよ、ほとんどの方はね。私も厳しいですからね、厳しい、私が厳しいところか、世の中の人は厳しいです。アクセスが集まらなければいくらやってもやめていくってことになります。さあ私はね今サイトの量産っていうカリキュラムやってますけども、ある方に対してサイト量産しても結果が出る保証はないですよと、むしろこれね3年前ぐらいに終わってますよって言いながらサイトの量産をさせてるんですよ。どこまで続きますかね。私が保証付きでこれ多分やっても無駄になりますよ、でも量産してくださいみたいなカリキュラムにどこまでやっていけるかなってことなんですよ。いや本当にサイトの量産で結果は出ないと思いますけどね。あちょっといろいろと長くなりましたんでこの辺で終わっておきましょうか。今日のねテーマは家族としての付き合いは何なのかっていうことと、あとは破門っていう制度があってかつ突っかかってこいっていうのはおかしいなってことがテーマに上がってましたけども、ちょっとお分かりいただけたかな。特に家族っていうところではそれぞれの人にそれぞれの私はミッションを与えてるってことなんですよ。一つのルールで全員を適用してるわけではないんですよね。100人いたら100通りの特別扱いがある、これが私の考え方です。100人に一通りのやり方でやるっていうのはこれ軍隊式であり、旧世代型の学校教育とかサラリーマン教育でこれは十分皆さんやってますんで、私はそう一律とかやんないです。100人いたら100通りの特別扱いです。こっちの背のちっちゃい人には背のちっちゃい用のカリキュラム、太ってる人には太ってる人用のカリキュラムで、 学力が強い人、記憶力のいい人には記憶力量のいい人用のカリキュラムで、 YouTuber が得意な人には YouTube が大好きになるような、ね、プログラムとかね、海外に住んでる方には海外向けのプログラム、全員ルール違いますからね。全員ルールが違って私は当然だと思います。家族になぞらえていくと、お兄ちゃんお姉ちゃん、次男三男、ね、次女三女、全員ねお父さんお母さんから見て扱い方が違うし、お兄ちゃんから見ての弟の扱い方とお姉ちゃんから見ての妹の扱い方ね、この関係も違うじゃないですか。そういうふうに私は100の人がいたら100の人格個性ということで考えてますんで、ルールは変わってきます。矛盾は大いにあります。矛盾がなぜあるかという
と100人に対して100通りの特別扱いしてるからなんですよ。よく世の中では1人だけ特別扱いできないって言いますよね。私はこれに真っ向反対します。違うんですよ。みんな違う人格である以上、みんな違う人間である以上、一人一人の特別扱いをこちらとしては用意しないといけないんじゃないかなというふうに感じています。いかがでしょうか。では失礼します。